タチウオをさばいて誰でも食べやすいように小骨を外した塩焼きを作っていきます。タチウオはこの歯が鋭いので気をつけてください。少し触るだけでも切れてしまいます。まな板の長さが60センチありますが、このタチウオ自体が大きいので、ある程度の大きさで切っていきます。この肛門の部分、ここで切り落とします。こうしておくと捌きやすくなります。肛門の後ろで切れば、このように内臓が頭の方についてきます。尾の方には内臓がありません。胸びれの部分から頭を切り落としていきます。そして内臓を取り出します。包丁で押さえて引っ張ると取れます。はい。このようにアジとかいろいろ食べてますね。タチウオの頭側を使う場合は、このように腹の部分があります。薄い膜ですが、この部分を美味しく食べられます。なので今回は切り開かずにそのまま使っていきます。食べやすい大きさにぶつ切りにしていきます。はい。このような感じですね。ブラシなどで血合いを洗い流していきます。この際ですが、腹の中に卵巣がある時があります。こういった場合は、一旦取り除いて、先にこちら洗ってください。血合いがあります。この腹の膜が臭みの原因になります。取り除いた卵巣を美味しく食べたい場合は、この中に戻してください。扱いやすい大きさに切った身から背びれを取り除いていきます。この背の際から包丁を入れて、5ミリぐらいを入れていきます。これぐらいで良いです。そして裏も同様に取っていきます。はい。このように切れ目が入りました。あとは、こちらが頭のあった部分、こちらが尾の部分です。尾の部分から押さえて、このひねるように取っていきます。こうすると、簡単に背びれを取ることができます。この頭の部分は、この腹には骨がないので、残っている部分はありません。中骨だけなので、簡単に食べることができます。尾の部分の処理をしていきます。尾の部分は、このあたりまだ食べるとこはないので切り落とします。そしてこの部分も食べるのであれば、細切りにして、背越しにすると良いです。肛門から下を切り落とした部分を食べやすく処理していきます。まずはこの腹から入れていきます。ここにはヒレがあります。腹びれがあります。先ほどと同様です。5ミリ程度切り込み入れておきます。はい。で、線もあるので同様に入れていきます。腹せいせい腹ですね。
はい。このように切れ目が入りました。このように切れ目が入っていれば、焼いた後でも、焼く前でも取ることができます。焼く前に取る場合は、この、尾の方から、包丁で押さえてください。そして、上の方に向かって、これ引っ張っていきます。そうすると取れます。この腹の方も同様です。この尾の方から。両面に塩を振っていきます。塩を振ったら、魚焼きグリルで焼いていきます。それでは、太刀魚の塩焼きに日本酒で乾杯です。背びれ、腹びれを取ってあるので食べやすいです。このように箸でなぞるだけで取れます。そして骨もありません。この腹の方にも骨がありません。これ魚卵です。太刀魚を使った料理はいろいろとありますが、塩焼きはシンプルで一番美味しいと思います。